新型コロナが5類に移行して1ヶ月半が経ちますが、仙台商工会議所の調査で、市中心部の人出がコロナ前の9割まで回復していることが分かりました仙台商工会議所は、先月26日金曜日と28日日曜日の2日間、JR 仙台駅や駅周辺のアーケードなど8地点で歩行者の数を調べました。 それによりますと、先月26日金曜日の平均歩行者数は3万5351人で、8地点すべてで前の年を上回りました。コロナ前の2019年と比べると9割近い人出です。また、28日日曜日の平均歩行者数は3万9908人で、この日は雨でしたが、 2019年とと比べると8割以上に回復しています仙台商工会議所は、コロナ禍で落ち込んだ観光客を中心に、5類移行で戻ってきたことが要因の一つと分析しています。